午前のお仕事も終わったし、そろそろお昼にしよっか。ん？あそこにいるのは、タエちゃん、こんにちは。あれ？おーい、タエちゃん。ん？あ、マリナさん、こんにちは。こんにちは。やけに真剣にスマホ見てたけど、何見てたの？ロッキンスターフェスのライブ配信です。会場では全部のステージを見られなかったから、アーカイブで見ようと思って。なるほど、私も見たけど気持ちわかるな。どのバンドも盛り上がってるから夢中になっちゃうよね。そうなんですよ、どのバンドからも音楽が楽しいって気持ちが伝わってきました。わかるわかる、なんていうか、すっごい新しい体験だよね。フェスでライブした時、会場のみんな、それにライブ配信を見てるみんなと一つになれたような気がしたんです。確かに、タエちゃんたちが演奏するたびに歓声がすごかったよね。モニターに映る SNS の書き込みも盛り上がってたし。はい、私たちが楽しいって思った時、必ずみんなも楽しいって返してくれました。きっとそれも音楽が私たちを抱きしめてくれてたおかげです。音楽が抱きしめてくれてた？最初はポピパだけだったんです。ライブ中に音楽が抱きしめてくれるような不思議な感じがして。でも改めてアーカイブを見たら、そうじゃないって分かりました。今回のフェスに関わった人たちを音楽は抱きしめてつなげてくれてたんです。それが分かって、もっともっと音楽が好きになっちゃいました。タエちゃんならではの感覚だな。でも、もし本当に音楽が抱きしめてくれたんだとしたら、きっと新しいライブを届けようと頑張ったポピパのみんなに、音楽がありがとうって伝えたかったんじゃないかな。本当ですか？嬉しい。嬉しいといえば、ロッキンスターフェスの準備中にスペースのみんなと久しぶりに会って。タエちゃん、その続きお昼買ってきてからでもいいかな？わかりました。それなら私も何か食べよっと。じゃあ一緒に買いに行こっか。